奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。大敗北だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰ることすらできないと思っている。ああ反撃の手だと何もなければあるのか。この作戦がうまくいけばお前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げれば、そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくな。はあ、俺はこのまま地下室に行きたい。父との夢が頭にちらつくんだ。そして今だが、リヴァイ、見えるか。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。全ては俺の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。俺は選ぶぞ。夢を味見け。獣の巨人は俺が仕留める。目標、獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちが無意味だったのか。いや違う、あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。突撃！巨人どもを伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しろか。残された手がそれしかねえなら必ず成功させてやるよ。こいつらを伝っていくしかねえんだ。的を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。絶対にたどり着いてやる。面白い立ち上がって、やる。俺の敵じゃない、急いでやる。おとなしく片付け。学んでいないとは。王の世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。おとなしい。
俺の巨人が倒れて。やっと会えたね。俺の巨人を一人で倒してきたのか。こいつ、ライナーたちが言っていたリヴァイか。動きだ。切り刻んでやるよ。随分と楽しそうだったな。もっと楽しんでくれよ。巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。瀕死でもいい。まだ息さえあればこの注射を使って巨人にする。そいつにこいつを食わせて獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。おい、どこに行く。止まれ。まだお前には用が。あいつを殺せ。かなり危なかったが、我々の勝ちだ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。俺は誓った。逃がすわけにはいかねえんだよ。お前が化け物でもこの数を相手に生き残れるはずがねえ。ちって。じゃあな、リヴァイ。クソ、おとなしくした子供が。急いで。深淵だ。生きている奴がいるのか。邪魔だ、どけ。面白い立ち上がるんだ。俺、生きているのか。巨人、誰か。リヴァイ兵長、出し上がるか。志願しなくにまだ仲間がいるはずだ。俺一人で行けるか。はい、生存者を探しながら行ってみます。これ使ってください。食らいやがれ。
で倒れるわけ。急いで。俺の敵じゃない。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が現れる。こいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イェーガーか。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ。ここまで追ってきやがった、化け物め。ああ、分かったよリヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いが、お前はここまでらしい。エレン、前を救い出してやるからな。